朝だ。まずは歯磨き。この7年間同じ歯ブラシにアクアフレッシュを乗せて。歯が少しでも取れろ取れろという思いで一生懸命磨きます。今日は何しようかな。あの子に告白しようかな。やりたいことがいっぱいあって困っちゃうな。予定を考えます。まずはこれをやらないと。歌舞伎町の裏路地でもらった飲むだけで金持ちになれる薬を飲めるだけ飲みます。こういう薬っておいしくないよな。我慢我慢。約束してた売人からブツを受け取ります。このブツが今日本中を騒がせてるらしい。生娘しゃぶ漬け牛丼です。一度食べたらやめらんねー。取引も終わったので路上喫煙、ピアニッシモ3本同時に吸っちゃうぜ。待って待って待って、あそこに10円玉落ちてんだけど、これってもしかして薬の効果じゃね。誰も見てないところで取りに行こうっと。ついにシャブ漬けの時間だ。興奮と高揚がロマンティックぐらい止めらんねえぜ。いただきまーす。これこれ。もう吉野屋という天使のささやきに耳を傾け、少し待つや。でもやっぱりこれ好きやって思い食べてしまい、この東京力飯が湧いてくる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 。歌う。俺は田舎でセミナーを開くことを決めた。最高だぜ吉野さん。食後のデザートはもちろんこれこれ。飲むだけで金持ちになる薬を飲めるだけ飲むぜ。飲むだけで金持ちになるんだから、美味しくなくても我慢我慢。ちゃんといつもの神様に儀式を唱えて、マリファナ売ってるやつ無限に新宿おるけど、わしが虎箱でとりあえず入るんで。おやすみ。